私は三秒睡眠法の継承者みーひ先生でございます。よろしくお願いします。それではね、ノウハウをね、今から皆さんに教えていきたいと思います。ちょっと待ってください。皆さん、あの熟睡の時間なのでお静かによろしくお願いしますね。それで私の授業は終わりたいと思います。